はい、まのちです。よろしくお願いします。バージョン 1.09、選手能力データの更新入りましたね。見ていきましょう。さっきね、あ、もうちょっとパパッと見ていきますよ。パパッと見てて、ね、源田くん、あと京田くんの伸びはね、ちょっとすごいなと思ったかな。まあ、パッパと見ていきましょう。近藤選手上がりましたね。確か左赤能力だったよね、前は。でミートも A とかではなかったと思う。あら、西川春樹選手はミート C か。そっか、もうちょっとあってもいいと思うんだけどな。ミート44あるのね。あ、そっか、大谷選手は2軍の場所にいるわけか。そっか、あ、ちょっと待ってそっか、コナミがいつやったかによるのか、このアップデートのデータ作りを。そっか、これだけ見るとなかなか使えそうな感じするけどね。玉井くん、もうちょっとなんかコントロールあってもいいのかなって思うんだけどな。まあパパッと見ていきましょう。これか、次ソフトバンク。ソフトバンク誰か大きく変わった人とかいるかな。あ、ムネリンか。ムネリン追加されてんのか。いなかったんだもんね、確かね。今宮選手は腰痛は大丈夫なのかね。内川選手少し上がった。ミート、もともと A あったっけ、 B ぐらいだっけ。まあこの動画を撮るときは毎度のことだけど、さほど俺は喋ることないからね。そういえば松坂選手は元気なんかね。今シーズン開幕の時はなんか試合出るかもみたいな話はあったよ、確かあったよね。試合出れればね、良くも悪くも盛り上がることだと思うんだけどもね。4年契約だっけ、松坂選手って。で今年が4年目だっけ。ロッテどうなんだろうね、選手。有吉くん頑張ってるよね。少し休ませてあげてもいいんじゃないかなと思えてくるぐらい。
ちょっと待って、清田選手はミーと F まで落ちてるんだね。いやー、井上くん活躍してくんねえかなえ、中村翔吾選手、これミート G とかなんだね。なんか打撃ばっかりになんか足とかなんか注目されてっけど、補給 F ってことは守備はそこまでなのかな。もともとの雄星選手の能力わからんけど、なんか上がってんのかな。上がってそうだよな。源田くんすごいよねこれね、めちゃめちゃすごいよね。ともみくんかい？ともみくんか。森くんはキャッチャーやんねえのかな。やってほしいけどな。見てみたいって感じか。楽天はなんかガンと伸びてそうな気するな、全体的に。則本選手あれなんだ、左 F なんだね。なんかあんまそんなイメージもないんだけど。脱三振、もともと持ってたっけ。脱三振なんか似合うよね。もぎくんすごいな。もぎくんすごいね。2年目だよね。2年目だよね。なんだろうね、この若手感がない感じ。安楽くん何年目？ 3 年目か。
あれだね、ルーキーズ企画楽しみだね。なんかどうにかなるんじゃないかなと思えてくるけど、ちょっとショートが溢れてんのかなって気はするな。オコエ選手はヤフーニュースで見たけど2軍で頑張ってるみたいですね。なんかそこそこ成績を残してるってのは見たな。岡田選手がちょっと見たいかな、楽しみかな。すごいこれはすごいな、これすごいな。なんかあれですね、え、佐藤達だよね、だよね。コントロール 17G、 もともとなんぼかわかんないよ、絶対下がってんのはわかるわ。あのね、佐藤達のね投球フォームがすごく好きなんだよね。昔なんかのプロスピの時に同じ投球フォームにしてやった記憶はある。すごく好き。さあ、瀬名君は元気なのかね。変わってないかな、変わってないかな、ちょっとわかんねえな、覚えてない。なんかあれだね、全体的になんか投手陣の評価厳しくない。こんなもんなのかな。なんか日ハムであの感じだったら、なんかちょっとオリックスの投手陣ちょっと厳しすぎるんじゃないかなって印象受けるけどな。いや、宗くん頑張ってほしい。広島見ていきます。広島はすごそうね、なんかね。なんか今んとこ、あ、石原さんキャッチャー B、 もともとかな。今んとこ一番なんか厳しい評価だなと思ったのはオリックスかな。相変わらずの守備力98ね、すごいね。毎度のことを思うけど、もう菊池選手のセカンド100を基準にしていいと俺は思ってる。だから100があってもいいんじゃないかなと。野間くん頑張ってほしいな。え、ちょっと待って待って待ってね、なんかあったの中崎選手。これあれだよね、2軍の枠にいるよね。え、なんかあったの、出てないのかな今、全然知らない。
巨人、魔球運消えた魔球運が消えたぞ。野手能力、うん、すげえな。コントロール91、スタミナ88って、なんか魔球運消えただけですげえパーフェクト感増すね。すごいね。カミネロ選手ってさ、自称何キロって言ってたんだっけ、何キロって言ってたっけ、161ではなかったよね。なんかもうちょっとなんか上の数字を言ってたと思うんだけどな、わかんない、気のせいかもしんないわ。チャンス C か。もともとセカンドの適性ってついてたっけ、マギー選手。結構あれでしょ、これ石川慎吾選手でしょ。巨人行ってそこそこのなんか人気は確立もしてるんだよね。嬉しいね。なんか動画でさ、クルーズ選手のなんか守備練習の動画見たんだけど、まあ俺野球やったことはないけど、うまいやつだった、分かったこの人うまい選手だってすぐ分かるやつだった、面白かった。あ、そっか、今巨人って吉川多いんだっけ、3人ぐらいいるんだっけ。お、内野安打持ちですね、変わらず。この高速シンカー、ん？高速シンカーのところがいわゆる、ツーシームって言ってるやつだよね。オリジナル球種でツーシームってしてあげるわけにいかんのかね。なんか毎回言ってんな、この動画の時。なんかあんまり横浜変化なくない？あるかな？そんな変化を感じないんだけど。変わってる？変わってんだろうな変わってんだろうけどもさ、ちょっと全然あんま分かんねえな、見てる感じだと。
チハムってなんか全然なんかイメージ湧かねえな、黒羽選手。個人的には結構期待してるけどね。阪神、鳥谷選手ってさ左利きなんだよね。で右で投げてるでしょ。情報間違ってたごめんね。すごいよね。なんかいろいろついたね、大和選手ね。もともとこんな持ってたっけ、チャンス B とか持ってたっけ。福留選手っていくつさ、今39か、すごいね。青柳くん2年目だっけ。2年目か。阪神はなんだべ、野手陣が結構能力動いたかな。ヤクルト、そういえば小川選手リリーフやるとかっていうのをヤフーニュースで見たけど、実際やったのかな。星くん頑張ってほしいね。中村雄平選手か。この人の打撃力っていうのは本当に変動するね、ゲーム内で。2と52か、そっか。チャンス B、 代打いいね。あ、さよなら男ついた。何年目だっけ、ジュリアス君。2年目か。今年かと思ってた。
俺ね、なんか来年あたり竹下くんそろそろ来るんじゃないかなと思ってるよ。はい、中日ね、俺もうね、実は京田くんはもう見てるんだけど、京田くんすげえわ。そっか、そうだよね、今先発やってんだもんね。岩瀬選手がさ、今年開幕直前ぐらいかな、なんか新しい変化球投げてるみたいなこと言ってたけど、それはどうなったんだろうね。京田くんすごくない？いや、ただルーキーズ企画の時にねショートがな、源田君も守備位置がショートしかないから迷うとこだよね。2人とも出したいもんね。まあ、ルーキーズ企画の時は、まあ、DH ありにして、まあ、2人同時に出すぐらいでいいと思うんだよな。広島キラーは消えてないんですね。実際今年広島戦で投げてんのかな。伊織くんは元気なんでしょうか。すごく応援してますよ。終わりかな。終わりですね。ちょっとさ、柳田選手の弾道だけ もう一回見ていい？相変わらず2か。そっか相変わらず2か。結構ね、こういう動画とか、まあ、柳田選手が動画の中で出てくるときには、で柳田選手の弾道に対してのコメントってのは多いんですけど、どうなんだろうね。そういう声が多いってこと自体は多分コナミ側も把握はしてると思うんだけど、それでも2で通すってのはやっぱり2なのかな。よし、じゃあ、終わりますか。俺の中で一番驚いたのは T 岡田選手かな。ごめん、 T 岡田選手かな。これはすごいと思って、なんか本当素直に。あと源田くん、
よし、じゃあ、終わりますか。バージョン 1.09 能力チェックでした。終わり、バイバイ。